ボス部屋を、はい、ボス戦行こうかなと思います。めちゃめちゃ怖い、めちゃめちゃ怖い。ほんとこんな怖い仕掛け作ったんだからボスも怖いに決まっとるわ。よいしょ、こう行ってどう行けばいいかな。最初、おーよしよしよし、危ない危ない危ない。でこう行くのかな。はい、あーでね、完璧に回復してないんだけどね、大丈夫かな。怖いね。まあいいか、落ちます、いきます。わー、ドーンドーン。んこれ何の上。お、手だけ、フロアマスター的な。暗黒幻影獣ボンゴボンゴボンゴー。わー、どうしよう。ちょっと待って、これヘビーブーツ、どうしよう、何でいけばいいの。普通に普通に靴でいい。あ、痛い痛い痛いの、痛いの、やめてなの。お、よいしょ。あ、これどうすればいい。あ、あ、強っ。ちょっ、痛い痛い。どう倒せばいいの、痛い。ちょっと待って、なんかまずは手を弓で射る。でもう片方も入れない。よいしょ。そしたら、わ、痛い痛い痛い。ちょっと待って、ナビ。井戸から復活した闇の死に真実の目で、痛いってばー。ちょっと待って、ちょっと待って、なんか落ちちゃったんだけど。あー、もうやだ。で、これどうすればいいの。痛い。あっ、あー、2匹目来ちゃった。全然ダメージ与えてないのに。すればいいの。もうコメントでね、このボスは手強いですよって言われてたのがすごいよくわかる。わかんない、これどうすればいいの。クソ野郎、クソ野郎。真実の目で見ようって言われても。よいしょ。
え、全然わかんないこれ。全然わかんない。手を攻撃した後に目を攻撃するじゃん。あれもさ、弓じゃなきゃいけないかなって思ったんだけど、剣でも大丈夫なんだね。あー怖かった。もう何回やり直したんだろう本当。あーもう本当にまさか勝てるとは思わなかったから、もう無言でやっちゃったよ。いやーもう本当もうね、ここまで苦戦したの初めてだゼルダで。ジャバジャバ様のお腹も結構苦戦したけど、もうここほんと難しかった。いやーもうほんと、もうコメントの意味がめっちゃよくわかりました。よし、ハートのツアーゲット。あーじゃあ行きますか。あー疲れた。もうさ、なんて言ったってさ、ボス部屋まで遠いんだよ。ボス部屋か、ボス部屋から入り口まで遠いんだよ、闇の神殿の。いやー大変だった。はい、で賢者の間です。疲れたです。インパさんだっけ確か。そうだね、インパさんだね。あー疲れた。ゼルダ様のオカリナを持つ少年、やはり来てくれたか。私はシーカー族のインパ、ゼルダ様の乳母であり闇の神殿を守る賢者でもある。我々神官族は代々ハイラル王家のしもべとして仕えてきた。しかし7年前のあの日、ガノンドロフの突然の襲撃、ハイラル城は間もなく陥落した。ガノンドロフの目的は聖地への鍵の一つ、王家の秘宝時のオカリナだったのだ。私の役目はゼルダ様をガノンドロフの手の届かぬ場所へお連れすることだった。その逃亡の途中だったな、最後にお前と会ったのは。あれから7年、立派な勇者になったものだ。安心せよ、ゼルダ様は今もご無事だ。まもなくゼルダ様はお前の目の前に現れ、全てを語られるであろう。その時こそ我らの苦賢者が魔王を封印し、ハイラルに平和が戻る時なのだ。
私はここに残らねばならぬ。お前はゼルダ様のおそばへ行き、私の代わりに お守りしてくれ。今そなたの助けとなりし我が力このメダルに込める。あー、もう苦労して手に入れた闇のメダル。大変だった。もうほんと難しかった。はい、闇のメダルゲット。ゼルダ様を頼む。わかりました。あー手強かった。でここに戻ってきたね。あーでどこ行けばいいんだろう。どこ行けばいいの、どこ行けばいいの。で、このまま降りちゃっていいの？降りるの？あ、ポーがいる。いやもうね、あんなボス倒したらもうポーなんて可愛いとしか思えないわ。よいしょ。こっちっていいのかな？かかりこ村。あー、平和が戻ってる。よかったの。よかった、これはよかったの。じゃあちょっとシーカーストーン見ますか。もうほんとシーカーストーンだより、なんかねコメントでいただいたんですけど、64番ってシーカーストーンなかったんですか。だからさ、64番プレイされた人すごいなって思うよ。ほんと、もう次どこ行っていいのかっていうのわかんないじゃん。よいしょ。で、あ、その前にサリア聞く。サリア、サリア聞くかね。よいしょ、サリア、サリア。あ、違う違う。いつも森のメネと吹いちゃうな。はいはい。特にそれば魔王ガノンドロフを封印することができるの。でもその封印を完全するには7人目の賢者が必要なの。じゃあきっとリンクも知っている人。これから過去と見る。はい、また子供時代行くのかな。よいしょ。はい、あー疲れた。もうほんと大変だった。ハイラル、ゲルドの谷を越えろ。うん、何を負けて。あ、じゃあ次はゲルドの谷ってところ行くのかな。うん、まだ大人時代でいいみたいですね。それでは今回はここで終わりにします。多分ねカットを入れまくったらね結構短い動画になっちゃうと思うんですけども、ね、ボス戦力尽きました。もう1時間ぐらいずっとやってました。はい、いやでも最終的には勝ててよかったです。はい、じゃあ次回はゲルドの谷ってところに向かって最後の神殿を回るところですかね、やっていこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちらサブスクライブと書いてあるところにリンクが貼ってありますので、そちらから登録をお願いいたします。スマートフォンもしくは携帯電話からご覧になっている方は現在ご覧いただいているページにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらから登録をお願いいたします。これからも楽しい動画をバンバンアップしていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。